吉見さんから見て、はい、荒れ玉が持ち味というピッチャーはどう思いますか？まあ、それをどう捉えるかですよね。それを利用するかしないかは本人次第だと思うので、うん、その荒れ玉でもそれをうまく利用すればバッターは嫌がると思うんですよ。なのでその荒れ玉っていう言葉が悪い風に捉えられると思うんですけど、うん、いいように見たらバッターは嫌がるじゃないですか。なので僕はそれはそれでいいと思います。ただやっぱり、うん、投げてみないとわからないっていう不安要素はあると思うので、うん、うん、まあちょっと難しいかなとは思うんですけど、まあでもそれはその武器にとして考えれば生きるんじゃないかなと思いますね。まあ今で言うとタイガースの青柳投手とかなんかまさにそういうタイプですもんね。そうですよね。まあ、うん、めちゃめちゃコントロール悪いわけじゃないんですけども、そうですね、のビシエド選手なんていうのは、うん、まあ、青柳投手嫌がっていたので、うん、はい、やっぱそれはもう青柳選手の勝ちですよね。